俺の名前は横山純一、42歳。10歳になる娘のパニコと2人で暮らしている。妻の香里とは4年前から別居をしている。原因は香里の仕事。香里は何より自分が一番で、パニコを俺と保育園、近くに住む俺の両親に任せっぱなしで、残業、出張、飲み会と飛び回っていた。少しはパニコのことも見てくれと喧嘩したが、私は子育てで終わる女じゃないと逆切れ。そして海外本社への転勤の話をあっさり受けて、まだ6歳のパニコと俺を置いて単身赴任してしまった。海外は生活費が高いというので送金もない。幸い両親が今まで以上に協力してくれたので、俺は子育てと仕事の両立をやってこれた。パニコはちょっと毒舌もあるが、本当に心優しいいい子に育った。香里も離れてから考え直したのか、たまに帰国した時はパニコに連絡をよこす。日本の支社にパニコを連れて行ったり、優しい言葉をかけてくれるそうだ。この間はまだ新しいスマホをもらったと、パニコはとても喜んでいた。そんな中、最近パニコがあまり俺と顔を合わせず、部屋にこもるようになってきた。10歳だし、そろそろパパ嫌いなんて言う年頃かと思っていたんだが、洗濯物は一緒だし、話しかけると普通に話してくれる。気になって仕方がないので、俺は仕事帰り、パニコに LINE で話をしてみることにした。パニコ、宿題は終わったか？めんどくさいけど、終わったよ。ご飯研いだところ。そっか、いつもありがとうな。どうかしたの？いや、ちょっと気になってることがあってな。その、パニコは父さんのことは嫌いか？え？何？いきなり。いや、最近パニコがそっけない気がして。え、やだ。パパってば、そんなこと気にしてたの？いや、だってさ、ごめん。もうパニコも10歳になったし、そろそろパパ無理とか言われるのかなって。そんなわけないじゃん。私はパパ大好きだよ。パニコ。ごめん、でも避けてたのは本当。え、どうして？ごめん、まだパパには言えない。自分で何とかしたいの。でもパパが嫌いとかでは絶対にないよ。わかった。その代わり、限界になる前に父さんに必ず相談すること。うん、パパありがとう。パニコは本当に10歳とは思えないくらい冷静だ。俺は毎日パニコの存在に感謝しながら日々過ごしているわけだけれど、こうしてパニコの悩みを解決することに自分が関われないのは親として寂しい気持ちもあった。とは言っても、パニコが自分で解決したいと言っているのに無理やり首を突っ込むわけにもいかないので、パニコを信じて待つしかなかった。ちょうどその頃、俺は妻と改めて同居することについて話をしていた。ようやく海外での仕事も一段落して日本に戻れる目処が立ってきたという。もう別居して4年経つし、お年頃になってきたパニコにとって女親の存在は欠かせないものだろうと思っていたからだ。俺は毎日のようにパニコが寝た後に妻と LINE でやり取りをしていた。パニコ、寝たよ。今日も宿題もしっかりやって家事もしてくれた。本当にいい子だよ、パニコは。そう、もう料理も家事もできるのね。早くパニコと暮らしたい。パニコもそう思ってると思うよ。でも、あの子はこんな母親を許してくれてるのかな。香里が誠心誠意パニコを愛してるってことを伝えれば大丈夫。年頃の女の子が母親がいなくて寂しいわけがないと思うんだ。そうかもしれないけど。香里はどうしたいんだ？私はパニコと一緒に暮らしたい。私がしたことを謝ってまた3人で幸せに暮らしたい。じゃあ今はそのために必要なことをしよう。次の帰国の時、3人でゆっくり話をしよう。頃合いを見てパニコには話をしてみる。よろしくね。俺は全てはパニコのためにと考えて行動をしていた。でも俺がパニコを思って改めて家族3人で暮らせるよう働きかければかけるほど、どんどんパニコは俺と距離を取るようになっている気がした。そんな状態で家族3人で暮らすという話をすることもできず、1ヶ月ほどが経ったある日のことだった。朝起きると、いつもは早起きのパニコが珍しく起きていなかったので部屋に様子を見に行った。パニコ、どうした？具合が悪くて
パパ、お仕事休めない？大丈夫か？確かに相当しんどそうな顔をしている。パニックはもう少し横になるというので、俺は会社に欠席連絡を入れスーパーに出かけた。ゼリーなど選んでレジに並んでいると、パニコから LINE が来た。パパ、早く帰ってきて。ごめん、もうすぐ帰る。どうかしたか？パパ助けて、ママが。ママがどうした？パニコ、おい、返事してくれ、パニコ。俺は何度もパニコに LINE を送り電話もしたけれど反応がない。不安が押し寄せてきた俺は急いで家に戻った。玄関ドアに手をかけると、家の中から女の金切り声がした。誰のせいで私が出て行かされたと思ってるの？帰ってきてあげるから、あんたは今までの恩返ししなさいよ。クラブ？勉強？そんなのいらないから家事するのよ。パパも私がいれば十分なんだから。香織？なんで？俺は家に飛び込むと、パニコの部屋の前で怒鳴る香織がいた。おい、どうなってるんだ？説明してくれ。純一、違うの。何が違うんだ？パニコに何言ってんだ？俺の声が聞こえたのか、部屋からパニコが出てきた。パパが帰ってきたら急におとなしくなったね。つまんないの、せっかく録音までしてたのに。パニコ、大丈夫か？必死に言い訳をしている香織なんてもうどうでもよかった。俺に隠れてパニコにあんなことを言う妻を許すことなんてできるわけない。妻を家から追い出すと、パニコに俺は何度も謝った。パパに内緒ってずっとあんな LINE が来てて、だからこっそり会いに来るようにママに連絡してパパの様子を見ようと思ったの。パパのこと信じられなくてごめんなさい。俺の方こそ何も気づけないですまない。あの女はやっぱりダメだ。うん、私ももうママを母親だとは思えない。そう話してパニコは自分のスマホを見せてくれた。それを見て俺は妻との離婚と復讐を決意した。その夜、香織から LINE が来た。本当にごめんなさい。謝っても許されることじゃないけれど。本当にそうだな。ごめんなさい。私、自分も純一も大変なのに、気楽に学校サボったパニコにイラッとして、思わず興奮して、ひどいこと言っちゃったの。それなら何でもしていいと思ってるのか？そういうわけじゃないけれど。お前とはもう離婚する。待ってよ、もう絶対にしないし、いい母親になるから。お前は俺もパニコも裏切ったんだぞ。それは、でも離婚だけはしたくないの。そうだな。仕事も家庭も完璧なキャリアウーマン像が崩れるしな。そんな言い方、ひどい。パニコにあげたスマホ、お前のお古だったみたいだな。油断してたのか？ SD カード差しっぱなしだ。え？友達の連絡先も残ってるぞ。サプライズするからって、その友達にメールで様子を聞いてみたんだ。強引な義両親に娘取られて、泣く泣く海外で働かされてるって。旦那も娘もママが大好きで、一緒に暮らそうって懇願されてるって。会社でも友達の間でもホラ話を自慢しまくってるみたいだな。俺たちはお前のアクセサリーじゃない。背後からパニコが自分もトークに入れろというので招待してみた。知らない男の人と一緒の写真も残ってた。ちょっと、さっきの怒ってた動画、サプライズの結果ですって友達に送ったよ。愛する家族との感動の再会。そんな、自業自得だな。自業自得だね。その後、俺は弁護士をつけて、これまでの香織とパニコと LINE のやり取りや動画を証拠に離婚を請求した。香織も抵抗したが、結果はもちろん俺側の勝利。香織は俺とパニコの前に二度と姿を現さないことを誓約書に書いた上で、慰謝料も払う羽目になった。もちろん親権も俺が獲得。こうして俺は無事に離婚することができたんだ。香織は職場にも友人にも動画と写真が広がり、上司だった写真の男との不倫関係もバレ、左遷扱いで日本へ戻ってきた。会社でのひそひそ話にプライドを折られまくりでも、慰謝料と養育費の支払いがあるので辞めることもできず、
肩身狭く働いているそうだ。俺は会社での経験を生かし、プログラマーとして独立した。別に会社勤めでもよかったんだけど、パニコとの時間を少しでも大切にしたかったからだ。パニコはますます大人びて、学校ではなかなかモテているようで、しょっちゅうラブレターをもらっているみたい。父親としては複雑なところだが、パニコが幸せになれるように、父親として全力でパニコをサポートするつもりだ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。俺の名前はのりあき。婚活が実り、明日はいよいよ結婚式を迎えることになる。相手はアリソという女性で、明るく楽しい人だ。交際期間は短いが、トントン拍子に話が進み、あっという間に結婚という話になった。俺は入籍した後で式を挙げたかったのだが、アリサはどうしても早く結婚式をやりたいと言って、式場もキャンセル待ちで空いたところに滑り込んだような形になった。ドレスの試着などをしてはしゃぐアリサは楽しそうで、俺はまあいいかという気持ちになっていた。明日の式を終えたら、アリサと一緒に婚姻届を出しに行こう。翌日が結婚式だと思うと緊張でなかなか寝つけず、俺はアリサに LINE を送った。だが、アリサから帰ってきたのは予想外の言葉だったのだ。明日結婚式当日だから緊張するね。なんか面倒くさくなってきた。行くのやめようかな。え？冗談だろ。マリッチブルーかな。冗談やめろよ。明日は寝坊しないようにな。はいはい。そうして俺は結婚式当日の朝を迎えた。しかしアリサは集合時間になっても来る気配がなく、 LINE も既読がつかず、俺は焦っていた。アリサに電話をかけ続けたが出る気配がない。家まで迎えに行こうかと考えていると LINE に既読がついた。俺はほっとしたが、ことは俺が予想もしていなかった展開になっていったのだ。アリサ、大丈夫か？寝坊か？あのさ、やっぱり結婚式やめない？は？めんどくさくなっちゃった。それに私、別にのりあきのこと好きじゃないし。冗談だろ？本当だよ。結婚式はやってみたかったけどさ。なんだよそれ、もうすぐ参列者が来るぞ。だって気分じゃなくなっちゃったんだもん。適当になんとかしといてよ。お前の親や友達はどうするんだよ。知らない。マジで勘弁してくれよ。とにかく結婚しないから。わかった、結婚はしなくていい。俺たちはまだ入籍してないだろ。結婚はしなくていいから式だけ来てくれ。何それ、めんどくさ。頼む、みんなに迷惑はかけられない。式に行ったら入籍せずに別れてくれるの？ああ。あんたと別れられるなら仕方なく行くよ。なんで急にこうなったんだよ。結婚式当日に行った方が面白いじゃん。最低だな。私が行くまで適当に言い訳しといてね。アリサはとんでもない女だった。だが今の俺は怒りよりも今日の結婚式をどう収めるかということで頭がいっぱいだった。結婚を焦ってこんな女に引っかかったなんて、情けなくて親にも相談することができなかった。だが一人で抱えることもできず、子供の頃から仲の良かった友人のひろふみにだけこの状況を伝えることにした。緊急事態だ。なんだよ、結婚式当日に。アリサが結婚したくないって。は？式どうすんだよ。とりあえずみんな来るから式だけはする。幸い入籍はしてないから、式が終わったら別れる。マジかよ、お前大丈夫か？今日の朝急に好きじゃないって言われてな。怒りよりも結婚式を何事もなく終わらせたいって気持ちだ。わかった、他の奴らには疑われないように俺が何とかしといてやる。友人席の奴らのことは俺に任せろ。マジでありがとう。予定の時間から大幅に遅れてアリサが式場にやってきた。アリサはすごく面倒くさそうにしていたが、
俺たちはこれから偽装結婚式を行わなければいけないのだ。おい、もうちょっと幸せそうにしてくれ。別に言っちゃえばよくない？さっさと終わらせたいんだけど。そうはいかないだろう。ドレスも他の人と結婚するときに着たかったな。もっと相手を慎重に選ぶんだった。俺が一番そう思ってるよ。偽装結婚式なんてドラマみたい。俺は完全にアリサに対する気持ちが冷めていた。こんな女だったとはと頭を抱えていたが、もう結婚式が始まってしまう。我ながらわけのわからない状況だが、パニック状態の俺はとにかく目の前の結婚式を無事にやり遂げることしか考えられなかった。ここでいきなり結婚式が中止なんてことになったら大騒ぎになる。自分も恥をかくが、両親にも大恥をかかせることになってしまうだろう。それはどうしても避けたかった。ひろふみの協力もあり、なんとか親や会社の人にもバレることなく無事偽装結婚式が終了し、俺はほっとしていた。しかし本当の問題はここからだった。やっと終わった。じゃあ私もう帰るから。待てよ、結婚式代とかどうすんだよ。は？あんたが払うに決まってるでしょ。私は出ないって言ったのに、あんたがどうしても式やるって言ったんだから。当日に中止にするわけにいかないだろ。そんなの知らないわよ。とにかく私は1円も払う気ないから。いや、払ってもらわないと困る。会場に残ってるあんたの親や友達に本当のこと伝えてもいいんだよ。それはやめてくれ。じゃあ全額払いなさいよ。ねえ、そういえばあんたの友達に超絶イケメンがいたよね。後で連絡先聞いてこよう。俺はとにかくこの悪夢みたいな出来事が早く終わってくれればいいと思った。アリサの言う通り、式場の料金は全て俺が支払い、アリサとも縁を切った。どうでもいいから早くこの出来事を忘れたかった。もちろんアリサと別れたことは両親や会社の人間、友人たちにも結局は知られてしまったが、入籍前だったということもあり、あまり追及されることはなかった。むしろ何か深い事情があるのだろうと気を使ってくれる人たちが多かった。そしてやっと落ち着いた頃、アリサから LINE が来た。やっほー。なんだよ。私結婚することになったから。あんたの友達のひろふみと。は？もちろんあんたは呼ばないけどね。それだけ。じゃあね。俺は何が起きたのか全く理解ができなかった。婚約者にも裏切られ、唯一信用していたひろふみにも裏切られ、俺はもう何もかもやる気がなくなってしまった。数日後、ひろふみからも連絡が来た。よう、久しぶりだな。お前よく連絡してこれたな。信用してたのに。まあ聞いてくれ。話すことはない。もう連絡してこないでくれ。俺があの女と本当に結婚すると思うか？え、どういうことだ？復讐だよ。は？何言ってんだ？昔から鈍感だな。親友を傷つけられて黙ってられるかよ。お前の辛さは俺が一番分かってるつもりだ。ひろふみ、あの女とは手も繋いでない。俺の顔面偏差値とトーク力で何とかしてるから。昔からモテモテだったもんな。で、どうやるんだ？あいつがやったことと同じことをする。ひろふみの友人や家族は？誰一人呼んでないから誰も来ないな。俺の時よりひどいな。一旦式場には行くけどな。お前も来いよな。俺もか？当たり前だ。あの女が恥をかくところ見たいだろ。ひろふみは俺を裏切るどころか、俺のために復讐計画を立ててくれていたのだった。俺は俺のためにひろふみが密かに行動してくれていたことに感激した。そしてひろふみの偽装結婚式、アリサにとって2回目の偽装結婚式の当日を迎えた。俺とひろふみは2人揃って、新郎側の参列者が誰もいない結婚式場に向かった。ちょっとひろふみ、これはどういうこと？何が？ちゃんと来ただろ。なんでそいつがいるのよ。まさか式に参加させるわけじゃないでしょうね。式？何のこと？君誰かと結婚するの？え？ひろふみとの結婚式でしょ。あー、やっぱめんどくさいからなし。それに俺の親族や友人誰も来ないし。え？どうするの？お前がのりやきにしたことだろ。あとは自分で考えろ。え、いや、さすがに2回目はまずいよ。
好きだけでも。無理。あとお金も払ってくれるって約束だったよな。え？どんなことがあっても式場のお金は払いますと誓約書書いたよな。書いたけど、まさか最初からこうするつもりだったの？ひどい。ノリアキも同じくらい辛かったんだ。ごめんなさい。許さない。ってことで俺たちは帰るから、あとはお前が何とかしろよな。え、無理だよ。待って、結婚式だけでもやろう。式が終わったら別れてもいいから。ねえひろふみ、ねえったら。もちろん結婚式は中止になった。1回目は式だけ挙げて入籍前に破局、2回目の結婚式もこんな形で終わってしまい、アリサの友達も親も呆れて愛想をつかせたそうで、その後は関係がガタガタになったらしい。結婚式代やみんなの交通費などをアリサが負担することになったが、派遣社員で浪費家のアリサには貯金もなく、自力でそんな大金を支払える経済力はなかった。アリサは借金を抱えて今は一人で寝る間も惜しんで仕事をしているらしい。俺は昔からイケメンで女にモテまくっていたヒロフミを羨ましいと思っていたが、今回の出来事でやっぱり一生の友達だと再確認した。俺は昔から結婚願望が強く、まだそんな年でもないのに焦って婚活してしまったが、これに懲りてもっと慎重に相手を選ぼうと思う。何事も焦りは禁物だ。これはいいスカッとだったんじゃないでしょうかね。なんかね、前日に、だって前日にキャンセルとか言った方が面白くないとか言う女、嫌だわ、嫌いだわ。手もつないでなくて顔面偏差値とトーク力だけで結婚に持っていける友達もすごいと思う。どんな顔面なんだろうってすごく興味が湧いた位置でした。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。